木の柵置くか。ちょっと、ホットテラスは、そして、ここもいいや。これもやめて、こっちもちょっともったいないんですけど、一度外して、ここ木の柵を置いてこう。おしゃれですよね。こんなのもできるの。なんか来た。はい。はい。あれ、当たんない。はい。だいぶ壊れちゃったな。厄介ないことしないでほしい。ここ、ウッドデッキ、作りたいですね。木のフェンスとかもあるんだ。これいいですね。それで柱も置いたら最高でしょ。これが丸太か。丸太がほんと必要。とりあえず今の感じ。こんな感じになった。だいぶ変わりましたね。見た目が。ドアがすごい特徴的になった。ガラスのドアになったんで。おしゃれといえばおしゃれかな。木だな。木が必要。なんかもうほんと木も自動で、バンビーさん手伝ってくれないかな。暇そうですからね、バンビー。この木を切る作業を手伝ってほしい、バンビーに。はい。正直もう脅威じゃないんですよね、バンビーが。それよりも木を切る方がほんと大変だから。すごい。これも取っていって。全然拠点から出れなくなっちゃったな。いいですね。柱も置いて、ここの上をガラス張りにしたいんですよね、本当は。これどうしようかな。一旦、柱なしで作っちゃうか。落ちた。柱なしにしよう。まずは柵だけ作っちゃおう。これ丸太が。から置いちゃうか。いいですね。ここから置けるんで。はい。いいですね。ウッドテラスできた。だいぶおしゃれな感じですね。これいいじゃないですか。そして、外から見てみるか。クマがいるけど大丈夫。すごいすごい。それっぽくなってきたな。そこもやっぱり、レンガでやりたいですけどね。ちょっとあのクマ邪魔だな。やばい。倒せない。危な。死ぬとこだった。強い。やっぱちゃんとヘッドショット狙わないとダメですね。よし、じゃあ、ちょっと探索行きたいと思うんですけど、どうしようかな。とりあえず、この辺りとか行こうかな。中継拠点みたいの作りたいんですよね。ここでも寝泊まりできるような。ここか、ここかな。で、クロコダイルとか、新しい洞窟とかもありますからね。ここを目指すか、まず。洞窟も近いし。ここまで行ってみましょう。とりあえず、良さそうな場所を探そう。10月か。寒さが危ないかもしれないですね。服入れてきましょうか。いろいろと、やらないと大変だな。これだけ、持ってけばいいか。上着だけ持ってきましょう。もしかしたら寒くなる可能性もあるんで。はい。これだけ入れて。戻ってくるとは思うんですけどね。
候補地、中継拠点の候補地だけでも決めたいんだよな。アルミニウムが取れるところですよね。アルミニウムがかなり必要だからな。銅は今の拠点の場所で取れるんで、ここはコバルトでしたよね、確か。最低限ベッドさえ置けば、あれだからな、そういえばベッドを作れる素材だけでも持ってくればよかったですね。まあいいや。これ洞窟も場所によって取れる鉱石とか違うのかな？それも確認したいんですよね。それのチェックもするか。洞窟まで行きましょう。バンビーの襲撃だけは気をつけないといけないですね。メイン拠点だったら全然余裕で襲撃も防げるんですけど、ただのスパイクも何もない家だと危ないですかね。まあ移動時間もそんな時間かかんないけど、やっぱり仮拠点はあった方がいいな。このまままっすぐ行くか。山があんのか、これ。こっち側まっすぐ抜けて、おーおーおー、この近くに一個洞窟あるんですよね。まあ先に採掘現場見てきましょうか。もうちょい先が採掘現場。洞窟も近いし、ここ、いいと思うんですけどね。今回は水辺のすぐ近くに家作りたいな。そうすれば水取ったりとかいろいろ楽ですからね。魚も取れるし。あー、来ましたね。うん。良さそう。何がまず鉱石取れるかを確認しましょうか。おー、結構でかいな、池が。とりあえず石を取ってみましょうか。アルミニウムだと最高ですね。ん？あれ、普通に小さな石ばっか取れんな。これは普通のあれか。あ、銅か。銅が取れましたね。ここは銅か。どうしよう。なるほどですね。洞窟見に行ってみようかな。今のメイン拠点と一緒だからな。ここの南にもあるんですよね。ただ、だいぶ偏僻なとこだな。できればこの北側かと行くとしたら。ちょっと迷うな。いやー、ここはでも、銅だったらダメだな。変わらないんで、違うとこにしよう。いいと思ったんですけどね。まあ、ここに拠点置いといて、いや、でもやっぱ採掘機あるところに拠点は欲しいな。とりあえず、あー、洞窟ですね。お、ちょっと雰囲気が違う。なんか生えてるな。行きましょうか。え、全然洞窟の雰囲気違うんだ。バンビー住んでそうですね。おお、なんかありそう。あー、石がありますね。あ、なんだあれ。あ、キノコか、これ。キノコも欲しいんですよね。サソリに注意しながら。あー、でもヘッドライトあるとほんと楽だな。なんだこれ、石か。収穫しなきゃいけない。キノコは収穫。まあ、ヘッドライトほんといいですね。めちゃくちゃ明るい。何取れんのかな？鉄かな？あ！やっぱり鉛系ですかね。あ、鉄も取れるな。鉛どうしよう。持って帰る？鉛はいらないんだよな、そんなに。あー、おー、すごいすごいすごい。わっ、洞窟の中に湖か。
なんかあるぞ。これ入れんの？あー。あ、明るい明るい。なんかキノコが取れる。この先どっかつながってる感じはないけど、キノコは取れますね。あ、あ、なんか深い。嘘。お？なんか音は変わった。ちょっと溺れ死ぬな、これ。音が違う。酸素が持たない。雨？外雨降ってんのか。石があるけど、雨漏りしてるぞ。あんまりここの洞窟深くないのかな？やっぱ洞窟では鉛が基本なのかな。こんな鉛いらないですね。石だけもらってこ。とりあえず、キノコは、あー嘘！やらかした。はい。サソリは、ほんと厄介ですね。サソリ。普通の、怪我だけだった。ここら辺もいるのか、サソリ。んーと、わかりにくいかな。でも、まだ、ヘッドライトがある分、倒せますね。あ、ここがもう、終わりか。全然深くないですね、ここの洞窟。あ、こっちが行ける？こっちが何もなかったですよね。うん。あ、サソリだ。あー、いた。サソリ。サソリ、やっか。あ、干しに行く。二箇所。あ、なんか感染症にはならなくなったな。ちょっと、サソリ。相当厄介だな。また作んなきゃな、薬用包帯。あー、もう終わりだ。あー、雨降ってますね。もう3時か。ちょっと他のとこも行きましょうか。こっちの北の方行ってみようかな、採掘現場。まあ北側は北側で良さそうですけどね。もう南の方はちょっとアクセスが悪いんで、できれば、この北側で決めちゃいたいけどな。何が取れるかなんですよね。それでダメだったら今回はクロコダイル倒して、また違う日に探索するか。この先ですね。何があるのか。おー、あ、ん？あ、これは濡れてるだけか。湖ないの？池は？あれ、池が見当たらない。水辺がないのか。そんな場所もあるんだ。そこの川が水辺代わりってこと？なるほど。どうなんだろう。過ごしやすいかな。とりあえず取ってきましょうか。なんだろう、ここで取れるのは。コバルトか。コバルトはいらないな。とりあえず持って帰るけど、コバルトよく取れますね。どうしよう。とりあえずもう時間があれなんで、ワニだけ取って、ここら辺も気になりますけどね。それかこっち側まで行く？なんか簡易宿泊所でも作ろうかな。一晩、寝ないといけないですからね。何が必要なんでしたっけ？あ、板は持ってこなきゃダメだったな。そっか、板6枚あればいいのか。準備しとけばよかったな。失敗した。作業台で作んなきゃいけないんでしたっけ？そのまま作れんのか、板6で。ちょっと次回探索するときにあれですね。板だけ持ってきてやるか。ちょっとワニを倒しに行こうかな。これカート入れないですよね。浅瀬かな。ちょっと見てこよう。あ、深い深い。めちゃくちゃ深い。これカート渡れないですもんね。ワニだけ倒したいんだよな。でもこっちからだとあれだから戻るか一度。
戻りながら他の採掘現場を見ていくか。この南、一番南か。やだな、一番南は。わざわざここら辺拠点立ててもしょうがないな。やっぱ家の近くにあるアルミニウム取れるところに拠点作るか。まだその方が良さそうですよね。これどうしよう。バンビーがいるところを通っていくのやだな。こっちから行くか。ずーっとこっち側行ったところにもう一個採掘現場あるんですよね。そこまで行ってみるか。だいぶこの南東の採掘現場アクセスが悪いんですよね。アルミニウムが取れるんだったら、そこをちょっとした拠点にしてもいいか。よし、来ましたね。どうだろう、ここは何が取れるんだろうか。ささっと見て、もう帰りましょう。これで、お、コバルトか、ここもコバルトなんだ。なるほど。戻りますか。コバルトほんとよく取れるな、どこでも。よーし、帰ってきましたね。とりあえず粘土は大量に取れたんで、バンビーさんがどっかにいるかな。置いていくか。銅も結構増えてるんで、また何かを作っていきたいですけどね。腐ったやつも外置いとくか。あー、ライグマが。何この、懐いたのかな。開けてほしいのか。あい、あ、逃げちゃった。やっぱガラス張りにするとなんかすごそうだな。展望台みたいの作りたいですね。アップグレード。あ、金属のドアっていうのも気になるけど。まあ、いっか。とりあえず、ここら辺を、レンガにしちゃおう。はい。はい。じゃあ、2階部分も、これで全部、レンガ作りになりましたね。次は、セメントにしたいな。服をかけるとこですよね。多分、冬場とか結構それが、服着替えるのが面倒だったんで、これかな？あ、これハンガーだ、すごい。どこに置こう。ハンガーいいじゃないですか。必要なものが、鉄のインゴット5の、プラスチック2、ネジ10。結構使うな。プラスチック結構貴重なんですよね、今。まあ、ネジ10は、銅のインゴットであれするか。で、鉄のインゴット5も必要なんだ。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。よし、これで、服を、置けるってことですよね。帽子とか置いてくるか。着替えが楽になるかな？はいはいはい。あ、おお！あ、帽子はダメなの。帽子ダメなんだ。外にジャケット型。いいですね。これめちゃくちゃいいじゃないですか。わかりやすい。あー、すごい。見た目もこんな風になるんだ。これいい。これいいですね。よし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 。ハンガーラックですね。あと、これも作っちゃおうかな。あ、これもネジでいけるから。1個もらって。石炭ストーブですね。もう冬が近いんで、今年は、これで温めるか。おー、渋い。渋いな。やっぱり、石炭入れなきゃいけないのかな。薪からじゃダメなのか。ん？まあ、やっぱ石炭か。だいぶ長持ちしそうですけどね。まあ、これ2回でもいいぐらいだけど。とりあえずこの調子で頑張りましょう。